はい、動画始まる。ここでいろいろ対談しましょう。今日はいい天気だ。いい天気ですね。ピッチャーさんのあれ、飛行機はどげすると、うん、あ、そっか、行ってからそのままそれは、もうその前ね、そっか、予約なしで。でもどっちかというとね、あ、今、穴の方が安い。JAL がね、1500、2500だけかな。あ、うん、いや、穴の方が一番2300円ぐらい。300円、うん、そうだね、うん、だから、という、あの、羽田から、うん、こっち、あるいはその、沖縄、うん、羽田から新千歳、北海道、みんな同じでしょ。みんな同じ。そうそう、これから真似してそのあの元気出してください。うん、出さないかな。どこの情報を言うとかないかね。大社おっちゃまとさっき会ってきました。それと道子おばちゃんと、うん、もう道子おばちゃんが8月で、うん、8歳、いや100歳ですよ、100歳。今米寿なんですけどね、今度は8月20何日だったかな、27日かな、うん、で、あの100歳です、うん、100歳のあの、あのいとこ寄りをしてね、うん、あのほら、あの島の宇田方の川田橋の、うん、あの達也ちゃん、うん、私が人です、うん、私がヒットで、パチコちゃん、それから、トボヒロシ、ね、うん、それから、もうずらっといる。あ、なるほど、うん、で、あっちからも来ると、今村さんやらも来ると、あ、もうおそらく、まあ来るかどうかわかんないけど、声をかけてね、うんうんうん、だから、100歳の、お祝いをしようかなって企画を立てる、うん、あとは大事す第一次世界大戦が何年か知ってる？そこざいと1914年って、ね、だから2014年やろ、うん、ああ10年ちょうど100年よ。あ、ね、あ、そうか、そしてじいちゃんが生まれたのはその年なんよ。第一次世界大戦が1914年、ちょうど大正3年、大正3年、大正3年、うん、おうおう、その時にじいちゃん生まれたん、うんうん、そう、だから、うん、おばちゃんとみのりさんは同じ、うん、大正3年のはずよ。おばちゃんって誰？みちこさん、うん、ああ、うんうん、あ、そうなの、うん、みのりさんと同じ年なんよ。あ、そうなの、うん、ああ、ちもやもとあってさ、うんうん、だからじいちゃん生きていれば100歳、うん、そうやそうや、8月10日やったかね、誰？あんたが、10月、あ、と、10月、あ、そうか、あんたが10月10日や、あんたが、私がね、でもじいちゃんは10月7日やろ。あ、7日か、ああ違う、変じゃったかな、うん、だからだって理由が10月3日やろ、うん、なんかおばちゃんとはね、8月、うん、いつ、いつが誕生日？27日、7月の8月、誰？みちこさん、みちこさん8月27日、ああ、ならちょっと先なんやな、みのりさんとね、うん、でもお父さんはその60何歳だったの？70、俺と同じぐらいね、70、70で、そう、じゃあ僕があの、今度は8月で70歳になりますから、うん、私はまだ早いですよ、うん、本当ね、こうやってね、なんかこう病気をつかむと今はね、うん、体たちの、そう、この前病院に行ってね、定期検診にずっと行ってるんだけど、胃がんのあれで、うん、いや、もう今年ですねって言ったら、看護婦さんから怒られた、あんた63でしょち、まあ、だから青年幼児、そんな時に年取ったなんかじゃ言わないの、80からがお年寄りちゅう。ああ、そうですね、そうよね、そうか、もう今時代がね、うん、だって本当そうやな、うん、そうばい、僕がこっちに来る前の日かな、前の日、12日にこっち来たから、11日か、
11日に僕はあの会社の検診があったんだけど、それでね、採血してこう腕出したでしょ、うん、そうするとね、あなた立派な血管してますよ血管を褒められましたねだこうあの見るとね、あのしゅんちゃんも立派な血管をしてますね、一人一人ね、私とか叩かんとわからないほんと、とこちゃんはもうほんとね、血管が俺も同じやな、ここぐらい、うん、埋もれとるじゃんか、お血管がそう脂肪の中に、そうそう、いやもう脂肪の中に埋もれた、あの筋肉ですよ、筋肉の中に埋もれた本当ね、いや、しかし、この海はいいですね、最高ですよ、いいね、うん、こんな贅沢はとこじゃないよ、まずね、自宅の庭にね、川が、うん、小川が流れててね、そうね、そうそう、こういうあの、林があって、うん、ここでね、こう、この中で蛍がまず出るっていうのは驚きですよ、うん、ね、そうだから、昼寝すると最高、もうね、でこの自然の中に川のせせらぎで、もういい BGM が鳴って本当に、うん、都会の子が上にさらされてるとね、寝られんとかね。いやで、ね、わざわざね、お金出してね、そういうサラサラっていう音をね、うん、F 分の1っていう、あの、うん、その、ほら、揺らぎのあれがあるでしょ、うん、ああいうの求める人いっぱいいるんですよね、うん、ね、そうやろね、うん、いや、まあ、そういう意味ではね、ここは最高ですよ。いやね、僕はね、こういうことがあって僕ほら、めまいがするってね、はい、うん、そうね、めまいがするとね、こう、まあ、信じるようなあの気持ちもよく分かるけど、うつうっていうかさ、はい、うん、よく分かってる、気分がね、うん、気分的ね、うん、分かる、そしてね、ほら、結局どういうふうにするとね、それが解消されるかしたら、緑しかないという、うん、緑しかないという、うん、これ緑見よるとね、だん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 癒されてくるという、うん、そうね、例えば自分の部屋にこうおるじゃん、じーっとしてるとね、だん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 こうなってくる、うん、こうやってこうして、まだこれを見よるとね、もう1時間もおるとね、だん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 これがもう普通に戻るという、うんうんうん、だから緑っていうのは大切だよ、すごい重要なことだよね、それからこう自然の風っていうから、うん、そういう小川の音とかね、そういう世界の音とか、まあ、そういうのはもう本当大切だと思うよ、だって人っていうのはもう自然にこう対応して生きてるんだもんね、自然に反してるからちょっと体おかしくなったりするわけだね、これね、 BGM は朝になると早朝になるとあの小鳥のさえずりがほうほけきょっと、そうだね、とも、うん、うちの横浜の周りもね、結構あそこもね、あの森は、うん、あそこもね、もう朝からもう鳥がある、小鳥がいっぱい来るやろ、うん、でもう それこそあの、うん、ウイスかね、ウイスの鳴き声もうるさいほど聞こえるよ、ほんとあそこも割と緑が多いから、うん、いいですね、いつか来てください、うん、ね、そっかんか、ガーッともう森やすごい、あ森があるといいね、やっぱね、うん、散歩してそう、うん、いや、ね、東京から行ってもやっぱりこう、何でも東京タワーから見てだけんって感じ、こうやっぱり緑があるじゃん、うん、ね、そうね、まあ公共もこうあるやけど、うん、やっぱあれじゃん、東北だけああいうのがあるからいいけど、うん、全部ビルやったらね、病気になるぞ本当に病気になる、だからね、あの道口も言ったと思うけど、ほら公共のその、桜田門とか大手門とかそういうあれがあるでしょ、うんうん、この前あの東京駅降りてから友達とね、うん、大天門からずっと入ってって中をずっと散策したらね、もうほんと自然、ここがね都会の真ん中っていうぐらいね、もちろんね自然がね、あんまよくあんなその皇居の森っていうかね、うん、あれをね今まで掘りしたな、そうね、自然の鳥がいてね、もういろんな植物が茂ってね、あれして、あんな環境は都会にあるんやけね。今年はでも、二人がダミ合ったらしいよ。
うん、いやいや、だいぶ飛ぶのは飛んだんだけど、うんうん、結局川が引川になるってんでしょ。そうやっぱ、うん、あんまりいかん、小日向川なんて、うん、こんなの向こうからわざわざ引いたでしょ。あの、一時期は枯れてたやん。そう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 、うん、こうもう止めてしまうから、全然こう死滅してしまう。だから、あれをやめないことには、うん、だから、毎回5月の連休にはもう廃校避難向こうから拾ってきてからここにずっとまだ、うん、巻いてやってで自然を戻すんだけど、すごい信条が俺あんたにメール一回送ってあの田舎に住むの水上に住むか、うん、山のプレーニーチューとね、あれ一回読んで、うん、あんたが読むといいぜち、うん、あんたぴったりなんかねこうしてね、うん、なんていうのかねこう昔からのまあ、例えば、ホタルのことやらも書いてあるよ、うん、もう、お祭りのこと、なんとなくね、そのやっぱ彼もあんたと同じでこう、小さい時にそういう環境に、もう本当、なんていうかね、都会じゃなくて、ね、田舎に住んじゃっちゃいけってさ、そういう、もう葬式かなんかの、すべてそういうのをね、うん、その土地の昔のことをやらせてさ、まあ、彼は福井県やけどさ、まあ日曜とかあるよ。出来ある本読むと、うん、いや田舎で住んだらみんなそうなるよ。住んじゃったらね。うちのせがれの雄太郎が今年の祭りは何月何日ねえし、島や何日に来るとねえし、その日に合わせて休み取るけっち、帰ってくるばいっち。ゆうちゃんもあれだね、しんちゃんにだね。そういう都会派じゃねえね、うん、自然が好きなんだ、田舎が好きなんだって、うん、いいよ、本当本当それが一番いいよね、うん、あんな都会の真ん中で、あれするのは本当も疲れることばかりだでもね、やっぱ都会はチャンスが多いしな、いろいろな休止に行くのがあるじゃん、いっぱい、だからチャンスってのはやっぱりこうある程度の年代そうやろうな、そうね、そうかしらね、うん、だもう60過ぎたらチャンスっていうか大事かな、もうでも奥さんそれがあるから帰ってこんじゃないと、うん、ねやっぱや、うん、そのチャンスっていうよりもね、うん、まあそういう刺激だね、刺激ね、刺激ね、うん、刺激ね、まあ本当こっちおったらなんだね、そういうことはないしな、まあだからたまにこう癒しに帰るっていうのはいいね、うん、そう、うん、本当はそれ一番たまにね、うん、うん、う最高だよ、まあ適当な距離かな、福岡とこの辺がな、うんうん、これ奈緒ちゃんに合わんねや、ああ、あんまりなんかよくねえんじゃないかな、あよくねえんじゃないかな、体がや、うん、なんか好きな話聞いた、うん、あっちから何これ、あ、ゆけちゃん、この前行った時にすごい色やったっけ、何口言った、ゆけちゃん、うん、うちはね、あれよ、ほら、部員高校の先生方がほらそういう新生活を歩きつつある、うん、あっちこそ遠くでこう情報入ってくるで子供が生まれましたよとか、なんだかんだはね、前生の、うん、中生か、なおちゃんは今その福岡天神の近くに住んでるってね、そう、マンションにね、うん、で仕事もなんか始めたとか言ってたね、お母さんの、うん、葬式の時に来たでしょ、うん、なおちゃんの、ああ来たわけね、うん、あでも口だけやんねだけどね、うん、塩なんだよ、線はいいよ、これ直ちゃんが僕の一つ上かな、一つ上、一つ上だね、そう、うん、一つ一つ一つ、そう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 、一、二、三で、そうやそうや、取れてるそういう長いこと長くはないってない、うん、時間があるってない、それ